ちは、フロートリーフチャンネルです。今日こちらですね、ドラセナのコンシネという、こちらの植物についてお話をしていきたいと思います。比較的にドラセナという種類がですね、どれも扱いやすいんですが、このコンシネもですね、ご多分に漏れずとても扱いやすい植物になるんですけども、注意点としてですね、他のドラセナの種類に比べると、光線が好きというか、こうピンとしたこの状態を保つには結構強めの光線がないと非常にこうだらしなく垂れてしまうというか、それはそれで、味があるといえば味があるんですけども、この状態でずっと楽しみたいんであれば、本当に直射日光ですとか、非常に強い光を当てないとこの状態を保てないというのがあるので、少し注意していただければと思います。でこの新年ですね、非常に品種が今たくさん出てまして、これは一番ポピュラーなマジナータという品種なんですけども、他にもですね、白葉の色が白くなるホワイボリーですとか、赤色のレインボーですとか、3色入るトリコロールですとかですね、非常にいろんな品種があるんですが、基本的に一番その影に強いのがこのマジナータっていう品種になりますね。あとこれの枝代わりで小岩のマジェンタっていうのもあるんですけど、それもわりかし影には強いんですが、灰色がですね、緑っぽいものに関しては結構影に強いものが多いんですが、逆にホワイボリーですとかレインボーですとか、ちょっと明るめの灰色のものはかなりですね、こう光線がないと傷んで、場合によっては枯れちゃう場合もありますので、もし暗いところに置かれるんであれば、こういった緑の濃いものの品種を選んでいただければよろしいかなと思います。あとですね、水の管理もですね、非常に乾燥には強いので、結構根が太めですから、乾燥したところでも根の水分で生きていけるような植物なので、間違っても毎日とか、頻繁に水やりをしないようにしていただいて、本当にですね、月に一度とかでも結構なので、完全に鉢の表面が乾いたらたっぷりと与えていただくっていう、これだけ守っていただければ、非常に簡単な植物なので、でちょっと葉がだらしないなとか、だらっとしてるような感じであれば、置き場所を明るいところに移していただければいいかと思いますので、ぜひやってみてください。